アレシボ、米自治領プエルトリコ、共同、パリ五輪予選を兼ねたサーフィンのワールドゲームズ、WG は27日、米自治領プエルトリコのアレシボで敗者復活2回戦が行われ、女子で2大会連続の五輪出場を目指す続きやむ室、木下グループは3組を2位で通過し、敗者復活3回戦に進んだ。パリ五輪代表の松田氏の、時代院から見、 モドー3回戦進出男子でパリ五輪リ出場を決めている五十嵐カノア木下グループは2組を1位で突破し敗者復活3回戦に進んだ。